大門、まもなくゴール地点に到着です。思ったよりは正解に、世紀の祭典にふさわしいオリンピック、パラリンピックとこう並列であるわけですから、あの障害を持っている人が本当に同じ立ち位置ですね、競技に十分発揮をできて、応援する人もそれに競技者と一緒になって心一つにして、であのスポーツの祭典をできると、そういったことをですね、あの目的にやってまいりました。そしてまずはやっぱり我々が現場でまずは体験だと、体験をしてからやっぱりいろんな説明ができるんではないかと、こんなふうに思います。まあエレベーターが小さいといえば小さい感じはしましたけど、それとちょっとエレベーターの数がね、オリンピック対応にできていませんので、普通の日本の社会対応なんでエレベーター一つあればまあいいんでしょうけども、ただオリンピックなんかといろんなあのパラリンピックの時なんかはエレベーターそのものが足んなくなりないかなと、もうちょっと一つのとこ二つあればいいのかなと、こんな感じはしました。ただエレベーターもう一つ来るとかっていうのはなかなか難しいと思うんで、あの要求としてはちょっとかなり難しいかなと思いますが、私の感想としてはそういう感じがしましたね。